近年デルタ P と呼ばれる恐ろしい水中現象が話題となり、映像では切断部に近づいた瞬間、水圧の変化でカニがあっという間に引き寄せられ、この小さな裂け目に完全に固定されたかと思うと、数秒で殻が砕かれ吸い込まれてしまった。デルタ P とは圧力の変化を表す数学用語で、水圧の差でダイバーが吸い込まれてそのまま死亡したり、抜け出せなくなり酸素切れで窒息してしまう状況のこと。この恐ろしい現象は商業ダイバーや水中作業員に特に危険をもたらし、彼らが何よりも恐れている。商業ダイビングの死亡事故において3件中2件がデルタ P と報告されており、ダイバーの間では近づきすぎたものの悲惨な末路がよく語られているという。この現象では均一になろうとする圧力が高いところから低いところへと激しい水流が発生するため、通常では通り抜け不可能なほど狭い隙間でも物体が吸い込まれる。隙間を通る流れの力は1方平方インチあたり数百キロに達することもあり、スラスターや取水口、ポンプ周辺や水中パイプラインにできた穴に水が浸水した時によく発生する。2015年には職業ダイバーのルーク・シーブルック39歳がノバスコシアパワーダムの水門を定期点検していた時、あいにくゲートがちゃんと閉まっていなかったため、彼は貯水池に流れ込む水から逃れることができず開口部に固定されてしまった。特に水中溶接工はデルタ P に遭遇する危険度が高い。2022年2月にはダイバー5人がトリニダード島西にあるパリア湾でメンテナンス作業をしていた時、安全弁が故障して真空状態になり、5人全員がパイプに吸い込まれた。1人だけ救助され、他の5人は何日も行方不明であったが、結局パイプの中で押しつぶされた姿で発見された。現在ダイバーは訓練の一環として注意喚起の教育ビデオを見せられる。映像ではダイバーが閉じ込められ溺死したり、狭い隙間に吸い込まれる様子が不気味なアニメで再現されている。このような死について、職業潜水安全協会の職員は他の人は気づかず音も聞こえず、ハマったら最後だと警告する。 K-278 コムソモレッツは1986年に配備されたソ連の攻撃型原子力潜水艦である。唯一無二だったコムソモレッツは前任艦よりもはるかに深く潜航できた最新鋭の潜水艦であったが、恐ろしい運命を迎える。3度目の作戦巡回中だった1989年4月7日、ノルウェー海沖の水深330メートルほど潜水中に悲劇的な出来事が発生。機関室で電気システムがショートして火災が発生し、水密ドアが閉じられていたにもかかわらず、火はいくつかの区画まで一気に広がる。搭載されていた原子炉は停止したため、火災発生から約11分後に潜水艦を浮上させた。だが拡大する火災を消すことはできず、酸素タンクと潤滑油タンクが爆発し艦内に大量浸水し、ついに潜水艦は沈没。乗員の多くは凍りそうな海面に飛び込み、沈没してから約81分後に救助が到着するまで多くが凍死している。結局27人の乗組員が生き残り、42人が殉職。2本の核魚雷を搭載した船は最終的に水深 1.6 キロまで沈んだ。そのためノルウェー政府に圧力を受けたソ連は所在を突き止めようと、沈没艦を発見するのに2ヶ月を要し、かなりの放射能漏れが起きていたことが判明。魚雷の一つからプルトニウムが漏れており、深海作業で魚雷発射口6箇所と沈没時に生じた亀裂3箇所がゴムとチタンのシールで覆われた。ロシア政府は2025年までは生態系への影響は無視できると報告しているが、今も危険をはらんでいることは否定できない。もし海でダイビングを楽しんでいるとき大型潜水艦のソナーを受けたらどうなるのか。ソナーとは音を使って周囲の状況を探知し距離を測定する装置で、イルカやクジラなどもこの能力を持っていることが知られている。また音は空気中より水中の方が 4,5 倍も速く伝わる。これは水の方が密度が高くより振動が伝わりやすいためであるが、
この性質を初めて確認したのはレオナルド・ダ・ヴィンチと言われている。ソナーにはパッシブソナーとアクティブソナーの2種類がある。パッシブソナーは離れた物体の音を分析して魚や他の船舶などを探知する。アクティブソナーは送信機から音を発し、受信機で物体からの反射音を拾う。水上船舶と潜水艇で一般的なソナーには様々な周波数があり、強さは使用する機器や目的によって異なるが、驚くほど大きな音で遠くまで届くことがある。ダイバーがソナーを受けている映像がいくつか投稿されており、彼らは皆突然聞こえるソナーに怯え、音も大きく体に響くようである。また恐ろしいのは映像に船や潜水艦が映っていないことであろう。この種のアクティブソナーは長距離まで届くとはいえ、ソナーオペレーターは通常海洋生物や近くのダイバーへの影響を考慮し、高強度ソナーを使用する場所には細心の注意を払っている。すぐに位置が分かってしまうため、通常は海岸から数キロ離れた場所でしか行わない。もし聞こえた場合はおそらく機器のテストかオペレーターの訓練をしている時であろう。少し聞いてみよう。チェケラッチョ。またソナーの音はかなり大きく、世界一大きな音に匹敵する。例えばアメリカ海軍のソナーアレイは最大235デシベルの圧力波を出すことができ、この音波は水中を何百キロも伝わるという。発生源から500キロ近く離れた場所でも状況によっては140デシベルもの大音量になる。これは至近距離でジェットエンジンの音を聞いているようなものである。なのでもしこのアクティブソナーを使っている船がそばに見えたら大変なことになる。100デシベルで聴力に影響が出始め、120デシベルは鼓膜が痛くなり始める。水中では音の強さによって大きな圧力変化が生じ、高強度の音が衝撃波やほぼ爆風に近くなることもある。200デシベルになると圧力波の振動で肺が破裂したり、210デシベルになると脳組織が出血するほどの振動になるという。つまり高強度アクティブソナーを使っている船に近づきすぎるとかなり恐ろしいことになりかねない。だがこのようなことが起こる可能性は極めて低く、ソナーで亡くなった人の記録もない。とはいえ、たとえ数百キロ離れていても痛みを伴う難聴を引き起こし、吐き気やめまいを誘発するには十分である。幸い高強度ソナーの使用はこのような理由からかなり制限されており、潜水艦や船舶は人間には感知できない超音波を含むソナーを他にも備えている。船が入港中、テロなどで爆薬を持った危険なダイバーに対し、高強度アクティブソナーが防衛手段になると考えられているが、実際はこのソナーで怪我をすることはほぼない。また軍用潜水艦に遭遇する可能性も低く、通常のダイバーが池の遠隔地で活動している。とはいえのんびり泳いでいるとどこからともなくピーンという大きなソナーが聞こえたら驚いてしまう。海洋生物も同じようで、クジラなどは何百キロも泳いでソナーの音から逃げているという。だが人間もいつか似た状況になりかねない。ある日、地球に突然技術的にはるかに進歩した異星人が来訪し、高強度の激しい音やまばゆい光を放つかもしれない。彼らにとってはちょっとした実験や作戦の一環で危害を加えるつもりはないかもしれないが、我々にとってその影響は計り知れない。南極の海で目撃されたとされる未確認生物人間の新たな映像が届いた。日本語の人間に由来するこの怪物に関する目撃情報は様々で、巨大なクジラのような見た目は頭や手足などどことなく人間に似ており、人魚のような尻尾があるとか、人のように5本指をしているとの説もある。だがその実態は謎に包まれたままである。日本のネット初のユーマだと言われているが、太平洋や南極海、大西洋を徘徊し、凍てつく北極海で繁殖していると主張する者もいる。
さらに多くの証言によると、彼らは主に夜活動するため捕獲することが難しく、ある船員が目撃した時、最初は潜水艦だと思ったが、近づいてみると白い巨大生物が呼吸していたが、すぐに深海へと消えていったという。また彼らは何世紀も前から船乗りたちをさらい、海底の住処に並べているといった噂もある。フィギュアモエ族。南カリフォルニア沖の水深約900メートルには謎めいた樽が大量に投棄されていたが、近年になってようやくこの容器に関する不穏な真実が明るみに。1930年代から70年代にかけて、地元の工業会社の多くが大量の有毒廃棄物を生産し、それが海の14カ所に投棄されていた。廃棄されたものは軍用爆薬から放射性廃棄物、その他の化学物質まで多岐にわたる。1972年に海洋投棄法が成立するまで、政府は投棄を容認するか無視していた。中でも致命的な化学物質が DDT である。殺虫剤や農薬として使われていた DDT は無色の結晶性化合物で、環境に深刻な影響をもたらすまで広く使用されていた。 DDT はただ昆虫の個体数を制御するだけでなく、膨大な数の鳥や魚を殺していることが判明し、最近の研究では DDT に暴露した女性の孫も癌やその他の病気のリスクが高くなる可能性があると報告された。2021年カリフォルニア沿岸の海底に投棄された DDT を海洋学者が調査したところ、おそらく DDT が含まれる樽が2万5000個以上見つかった。高度な水中ドローンを使い145平方キロの海底を調査すると、ロサンゼルスからわずか20キロ沖のこの場所に投棄された量は350トンから700トンと推定された。数十年経っても毒性化合物は分解されずに周囲の生態系に溶け出し、海底堆積物に高濃度で含まれていた。2015年の調査では、自然死したバンドイルカの死体から DDT などが高濃度で検出されており、このような人工化学物質は近年アシカで発生しているがんに関係していると考えられている。この大規模投棄による被害の真相はまだわからないが、今後何年にもわたり海洋生物と人間両方の生活に多大な影響を及ぼすことが予想される。残念ながら広範囲に投棄された DDT の容器は数十年の間にひどく腐敗し、その危険な性質により現在では撤去や清掃が極めて困難となっている。